習い事で例えば今プログラミングがいいとか、あ、ありますね、その英会話教室にはちっちゃい時行かせといた方がいいとか、うん、水泳をやらせた方がいい、はい、ピアノを習わせた方がいいって、はい、もういろんなこと言われるじゃないですか、はい、受ける質問でなんかうちの子に水泳をやらせたら全然ハマらなかったと、はい、でも水泳みんなやってると、うん、やめさせて大丈夫なんでしょうかみたいな言われて、はい、じゃあなんでそもそも水泳ってやらせた方がいいんだと思いますかって聞いたら、はい、いやなんでなんでしょうねみたいなでやっぱ調べてみるとその心肺機能の向上とか全身の筋肉使えるとか、うん、本当にいろんな面はあるんですけど、はい、うちの母親も僕も全く同じで、はい、水泳通ってたんですけど、うん、泳ぐの超遅かったんですよ、はい、でスイミングスクールってみんなこう順番に泳いでいくじゃないですか、はいはい、僕人の4倍遅くて4人分待たなきゃいけないから先生にめっちゃ怒られたんですよ、はい、お前泳ぐのが遅すぎるって言われて、あ、回らないと他の子がそうなんです、はい、でお前泳ぐのが遅いって言われて、はい、もっと早くなれっていう風に言われた時に、はい、お前の教え方が悪いって言って先生にそれいつですか、小学校2年生ぐらいです好きそうしてお前の教え方が悪いって言って、はい、もう今日でやめてやるって言ってその日にやめた。いやーかっけーこれはかっこいいぞ超生意気な子供なんですけど、いや大好きそれいいなで帰って母親に水泳やめてきたって言って母親びっくりしちゃって、はい、で電話して確認したらそういうことがあったって言って、したらもう母親としてはすいませんうちの子がっていう方が多分一般的だったと思うんですけど、はい、うちの親は、はい、あそんなことがあったんですね、はい、あじゃあ今日でやめますって言って、うんはい、きっぱりやめさせたんですよ。その後に体を動かすのって嫌いだったのって聞かれて、はい、いや体を動かすの好きだったって話をして、でちょうど母親がテニススクール行ってたんですよ、はい、でよかったらテニスでもやるって言われて、はい、母親がテニス進めてくれて、でテニスはドハマりしたんです。でそこから中学もテニス部だったしそれぐらいハマったんですけど、はい、これ目的が実は同じなんですよね。その水泳をやらせたかったのって心肺機能、全身の筋肉使う、運動させたい、うん、でテニスも別に同じ機能持ってますよね。その全身の筋肉やっぱり使うし、うん、心肺機能めちゃくちゃ走るんでテニスって、うん、その辺もカバーできてる、うん、だから母親の中での目的は別に水泳じゃなくても達成できる、うん、からテニスでいいんじゃないっていうのを見つけてくれたんですよ、うん、でこれがピアノでもそうだし、別にピアノじゃなくてギターでもいいし、うん、ドラムとかでもいいかもしれないしっていう、こう選択って子供に委ねた方がいいと思うんですよね、うん、その母親がこういう力を身につけさせたいっていうのは決めた方がいいけど、うん、その手段は子供が一番興味持ったものを選ばせてあげてほしい。だからそういう意味では別に英会話も行かなくていいと思うし、うん、英会話スクールじゃなくて YouTube で英語のチャンネル見てるっていうのもいいじゃないですか、うん、みたいなのが一個それぞれのジャンルで見つかるといい子になるのかなっていうのは思いますよね。松本さん絶対いいパパになりますよ。本当ですか、いやどうなんだろう、僕いや早起きできないからな、まあ、そこはここからすっごいねいやでもなんかお話伺っててすごい共感することが多くて、なんか勝手に俺が自信になってました。勉強法的なところも、勉強法とかさっきの子育てのもそうなんですけど、はい、自分親の役目って選択肢を子供に見せることだってずっと思っていて、子どもたちの可能性とかその興味とかってめちゃめちゃすごい才能があるんですけど、うん、大人にどうしても勝てないのって情報収集能力と、うん、そのある選択肢、人生やっぱり35年生きてると35年の経験値があるので、うん、7歳の息子にはやっぱそれは俺には勝てないんですよ。そうですね。でも35年生きてきたからこういう仕事があるとか、例えば習い事も、うん、もしかしたら本当に水泳とかしか知らないかもしれない、うん、でもテニスもあるしボルダリングもあるしって全然知らない世界を、うん、こういうのがあるんだよって見せてあげるのは親の仕事だと思うんですよ、うん、でこれがいいんじゃないの、それはまた違くて、うんうんうん、子供があこれがいいな、この選択肢の中から選んだのをじゃあやってごらん、食べてごらんって言って、うん、もし興味なかったらすぐ帰っておいでって迎え入れてあげるのはやっぱ親の仕事だと思ってて、なんかそういうお話をしてたから、いやよかったって、いやもう本当にいいパパ、いや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 、こうなりてちょっと勉強させてください、これも絶対大丈夫なんかでもその子供の興味の話で言うと、はい、倍率がかかるってよく言うんですけど、はい、その子供の興味があることって、はい、効率がものすごく良くなるんですよね。その子供の中で好きだから、うん、続けて遊べる時間も長いし、うん、収集できる知識の獲得も早いし、はい、なんでしょうね、好きこそものの上手なれじゃないけど、うん、子供の好きをいっぱい与えてあげた方が結果的に同じ時間でも子供が得るものって大きくなると思うんですよ、うん、だから嫌いって言った瞬間はもうやめさせ時で、うん、だから例えば水泳もやだやりたくないって言ってる子に無理やりやらせると、普通の状態で1倍のスピードで習得できるとして、うん、0.5 とか 0.4 とかどんどん倍率が低くなってくる、うん、逆に大好きなことは普通に楽しんでる人と比べたら2倍3倍ぐらいのスピードで情報を集めるんですよね、うん、だから子供にやらせることは全部倍率が1以上、うん、2倍3倍かかってる方がいい、うん、で勉強が一番差がつくんですよねこの倍率が1回嫌いに突入するとこの 0.4、0.3、0.2 ってどんどん下がってくるんで、はい、
これをいかに上げさせるかっていうのが、うん、多分親が一番大変なところで、うん、中学高校に関しては、はい、勉強はもう僕は親の力ではないと思っているんですよ、うん、中学受験は子供と親が、まあ、二人三脚で進んでいった方が、うん、多分掛け算的に習得が早くなるんですけど、うんはい、中学生高校生はもう親結構離れてるケースが多いっていうのと、うん、親のサポートで勉強してる人ほぼいない、うん、周り見ててもいないんで自分がどれだけモチベを持って自分で倍率を上げられるかだと思うんですけど、うん、入ってから逆に大変でした燃え尽きちゃったっていうかあ入るっていう目標達成しちゃったからってそうですそうですあそうなんですね東大合格が決まって、はい、みんなお祝いムードだったんですよ、はい、その父親も兄弟も、ね、おめでとうって言って、はい、頑張ったねって言ってる中、うん、大吾だけ両両後大学合格おめでとうただお前が勝ったのは学歴だけだからなって言ってすごくないですかそのラインびっくりしたんですよあのライン見た時うわまた陰湿なラインだった最初はまた大吾って思ったんですけどでもそれから1ヶ月学校に通って、はい、その意味を痛感しちゃったんですよあそうなんですね東大に入っても、うん、別に自分が何かできるようになったわけじゃない、うん、ただ勉強ができるだけ、うん、でこれは社会に生きない力だと思っちゃって、うん、肩書きしか持ってないから、うん、自分が何か面白いものを作れるようになる社会に貢献できる力を得なきゃいけない、うん、っていうのでめちゃくちゃ苦しんだのがその最初の1ヶ月で、うん、だから大吾の意味はその学歴だけで満足するなよっていう裏返しだったんですけど、うん、何してももちろん送り方あると思うんですけどそうですねでも後々で響いてくるわけじゃないですかそれって結構きますよねきますねだからなんか今勉強を始める子たちはその先まで見てた方が絶対いいなって思うのは、うん、勉強だけやって東大に入って、うん、で東大に入った子って、はい、実は 80% ぐらい全員挫折しますなんでかっていうと、はい、東大に入るってことはもう全国的にトップの成績を取ってるわけじゃないですか、うんはい、の中でもずば抜けて点高いやつがいるんですよあなるほどでこれは本物の天才だって僕は言ってるんですけど、はい、あの東大入ってじゃあ同じクラスで試験受けます、はい、ですごい試験難しかった、うん、これ科が来たらいいぐらいかも、うん、難しかったよねって話をしてた後で、うん、通知書みんな見るじゃないですか、はい、したら99点とか100点取るやつがいるんですよ絶対に、うん、でその瞬間僕は今まで18年間勉強を頑張って、はい、東大に受かったのに、うん勉強で勝てない相手になっちゃうんですよねでこれ東大生ほぼ全員そうで、うん、だから今までかけてきたこの勉強の時間何だったんだろうってなっちゃうんですよやりたいことが決まってないと、うん、東大に行きたいと思ってる人はその先まで見といた方がいいっていうのは僕は確かだと思います、うん、それ思ったのは、はいサークルに入ってからかな僕いろんなサークル入ってて、はい、それこそ飽き性だったんで、うん、実はアーチリーブ入ったりとか、はい、料理研究会入ったりとか演劇系のサークルも入ったしほうめっちゃやってますねめっちゃやってたんですよ、はい、その中にまさしく謎解きのサークルがあったんですよで最初4つ掛け持ちしてて、はい、でいろいろやってみた結果落ち着いたのが謎解きだったで当時は謎解きを仕事にできる謎解きが自分の強みだって全然思ってなかったんですけど、はい、小学校4年ぐらいの時からずっと思えば謎解きやってたし自分で問題考えてたなと思ってでサークル入ってなんか自己紹介するじゃないですか、はい、したら謎解きやったことないって人がいっぱいいる中で、うん、僕だけなんか謎解きすでに1000問ぐらい作ってたんですよマジですかもう大好きすぎてちっちゃい時から、はい、でそれ言ったらもうみんなにドン引きされてえみたいな即戦力じゃんみたいなそうですねだって10問とかじゃないですからねもう1000問ですもんね昔の全部集めたらそれぐらいあるすごで、はい、その時にあ僕がなんか個性を持ってる場所ってここなのかもしれないと思ってでそこに全ベッドしようって言ってそれこそさっき飽き性でいろんなものを選択して好きなことをたくさんやってたって言ったと思うんですけど、はい、謎解きが好きだったおかげでそこが一個突出した個性になったんですよねでもうそこからはそれを極めていこうって言って、はい、サークルを大きくしてってで気づいたらそのサークルでやったイベントが話題になってテレビからオファーが来てでその番組に出たら本を出しましょうってなってで本を出したら10万部一気に売れたりしてでそこからブームって言われるようになって就職しなきゃいけないぐらいの時期になった時に、はい、もう大吾に相談したんですよねそしたらあの見つけたじゃんお前ってやりたいこと見つけたんだったらそれで起業しろよって言われてでこの会社作ることに決めてあそうだったんですねまず、はい、僕は要素の掛け合わせだと思っていて、はい、アイデンティティが見つけられないって人すごい多いと思うんですけどまず自分ができること得意なことを整理した方がいい、うん、で僕は謎解きを広めたいっていう気持ちはずっとあったんですけど、はい、謎解きって広まってなかったんですよね、うんうん、で蓋開いてみると謎解きってイベントがメジャーなんですよなんか脱出ゲームを各地で開催してて、うんうん、
でもその脱出ゲームの内容ってネタバレになるから内容を漏らせないんですよ、うん、ああなるほど。でもチケット3000円ぐらいするんですね。で映画3回行けるじゃないですか、うん、その映画3回行けて予告編で結構面白いところ見せられてる映画と、うん、1個も謎解き見せてくれないのに、うん、3000円払わなきゃいけない脱出ゲーム、あーなるほど、それ払えるわけないわと思って、だったらこの謎解きっていうものをもっともっとメディアとかで出せるような状況を作らなきゃいけない。だからそうするためには謎解きで誰か一人第一人者として立つ必要があると思ったんですよ。で当時謎解きでテレビに出てる人はほとんどいなくて、謎解きって言葉もほぼ知られてない。だから僕が前に立つ人になろう、で前に立つ人になるためにはサークルで代表とかやらないとと思って、で代表に僕が任命されて、はい、2年生かな、結構早かったんですけど、2年生から代表になれって言われて、はい、やりたいですって言って代表になって、でそこからひたすら話題になるもの、例えば、うん、献血謎っていう謎解きがあったんですけど、ほう、献血すると謎解きがもらえるっていう、はい、へー、でそれは社会貢献にもなるんですよね。その献血してもらうことで謎解きの遊びができる、うん、これって3000円とか払うわけじゃないから、うん、ハードルがかなり下がったんですよ、うん、でこういうふうに謎解きのハードルを下げる、子供も触れやすいみたいなものをどんどん展開してたら、なんか謎解きで話題の東大生がいるらしいみたいな感じになってオファーが来て、僕としては来たって思って、もう全力かけてそこでアピールして、で当時決めてたことで言うと、はい、僕クイズ番組にはあまり出ないって決めてたんですね、回答者側で。なんでかっていうと、はい、まあ、東大ブームってすごい言われてて、あの東大生ってだけだとアイデンティティが足りないって思ったんですよ。つまり東大生タレントって当然現役東大生が一番強いじゃないですか、間違いないですね、だから自分が卒業したタイミングでもう呼ばれなくなるなって思ったんで、はい、東大生ってだけだと弱い、掛け算で何かなきゃいけない、うん、でじゃあ東大生ってどんな子が多いかな、クイズ番組に回答されてクイズ王ってなってる子は多い、うん、だったらもうクイズやめよう、うん、僕はクイズは出ない、うん、基本的には回答者としては立たない、うん、っていうふうに決めて、オファーいっぱい来たんですよ、このクイズ番組の回答者としてのオファーは、うん、すいませんって、僕のやりたい方向性はこっちじゃないんでって言って、うん、まだ最初呼ばれてない時期、謎解きも全然知られてない時期で、うん、チャンスな番組も結構断って、すごいですね、ちょっとブランド化しないとと思って、うん、なんかよくブランディングって言葉あるじゃないですか、はい、意味を調べると面白くて、うん、ブランディングって替えがきかない存在になることらしいんですね。唯一無二な感じですか。そうです。だから謎解きを作っていて、うん、東大生でそのテレビにも出てくれる子は僕しかいないんですよ、うん、なるほど。だからこの地位を守り続ければアイデンティティを確立して謎解き枠でやっぱり呼んでもらえる、うん、だから謎解きの話もさせてくれるし、うん、僕の個人の話も聞いてくれる番組だけに OK 出してたんです、うん、あーなるほど。っていうのをやってたらその僕のブランドがちょっとずつできてって、うん、あとは当時の東大のイメージがなんか話しづらい人とか、うん、なんかこう知識を披露する人みたいな、ちょっと変わり者みたいな感じありましたもんね。そんな、はいはい、扱われ方してたんで、はい、そこも全部アイデンティティで確立していこうと思って、はい、知識の披露をやめましたね。東大生で物知りです、松丸くん何でも知ってるよねみたいに言われた時に、うん、あ僕全然そういう人じゃないんですみたいな、クイズじゃないんです僕って、だから問題一丁前に作って出してるけど、はい、解くの苦手なんですみたいな、はいはいはい、でこれキャラ付けじゃなくて本当にそうなんですけど、ほとんどの人が東大生として呼ばれてるから、うん、そこ張っちゃうんですよ気を。そうですね、それが自分の役割だと思って、役割だってなっちゃうんですけど、それは没個性化しちゃうからやらないって決めて、東大生なのに、雑誌の取材とかでなんかちゃんとした服着て、ちゃんとしたポーズとか撮るしっていうのは、そういう東大生いなかったんですよ。だから唯一無二を狙ってちょっと今日狙ったことをいっぱいやってたら、はい、謎解きの人松丸くんっていうのがどんどん認知されるようになって、で今に至るっていう。いやーすごいですね。だからお前学歴は勝ったけどそれで満足するなよってメッセージも多分大吾からの愛だと思ってて、で東大でテレビ出た瞬間もやっぱ言われて、東大ってつけちゃったかわらみたいなでもまあやっぱりお兄ちゃんはすごいなって思うし、その背中を追ってていろんなことに気づけたんで、人と同じことやっててもやっぱり上に立てない。もちろんプロ選手になるなら別なんですよね。例えばテニスプレーヤーでプロになりたいっていう夢は、これはもうたくさんの人の中から一番にならなきゃいけない夢なんで、これはまあ素敵な夢だと思うし、でもめちゃくちゃ大変な道。でもおそらく天才じゃなくてもみんなが活躍できる方法は、誰もまだ手をつけていないジャンルの第一人者になること。だから何か自分にできることを見つけたいっていう人は、その誰もやってない何かを探し続けた方が多分いい未来になると思う。親御さんからも質問を受けるときに一番そこから直すべきって思うことがあって、うちの子その東大に行きたいって言い始めたんですけど、はい、全然勉強できないし、頭の出来も良くないんですよっていう親御さんがすごい多いんですよ。あ、なるほど。しかも子供が横にいるのに、
ダメって言っちゃったこれが一番ダメだなっていうのと、はい、あと才能って僕はかなり危険な言葉だと思ってて、一番楽な逃げ道なんですよ、才能って、測れないから。例えばここで検査ができます、はい、あなたの才能が100点のうち何点かが採点できますって機械ができて、それが本当に科学的に正しいんだったら才能は信じていいと思うんですけど、あの才能がないっていうと全ての努力を無駄にできるし、頑張ってない自分、その実力を発揮できてない自分の言い訳として最強なんですよね。数値化できないものってめちゃくちゃ怖いですよね。めちゃくちゃ怖い。数値化できないからこそあの簡単に信じたくなっちゃうし、すがりたくなっちゃう、松丸さんは勉強の才能があったから東大行けたんですよって言われるたびにすごい切れそうになるんですよおこの大間な松丸くんが親御さんからも言われるたびに違うぞと、それこそ今までの話で母親がすごい僕に勉強させるためにいろんな努力をして、でうちの母親が最強だなって思ったのが、勉強ができなかった時、絶対僕のせいにしなかったんですよ。うちの子ができないから、うちの子がやらないから、集中力がないから、みたいな子供のせいにする言葉っていっぱいあるんですよ、親御さんつい言っちゃうんですけど、うちの母親はその手記に書いてあったんですけど、絶対に子供の悪いところは言わないっていう、自分のやり方教え方をまず疑うべきっていう、だから勉強してくれなかった時はお母さんのアプローチが良くなかった、この渡した教材が良くなかったかもしれないし、言い方が良くなかったかもしれないしっていうのを母親はものすごく自分の中で反省して僕に落としてくれたんですよね、だから響いたんですよ。だから信じてくれてるから、例えば東大に行きたいって言った瞬間に、いや東大なんて無理だよって言っちゃうともうダメで、そうじゃなくて、お行きたいんだったら勉強しようって言える母親だったのがすごいなと思ってて、いやなんすかね、涙腺が緩くなりましたねちょっと泣きそうだったもんねこれ、危なかった今いや本当ありがとうございます。本当楽しかったっす、はい、あ僕もめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。なんかここでねお別れっぽい雰囲気出しておきながらこれからご飯行きます。そう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 まだまだ続くっていう、ね、まだまだいろいろ話しましょう。ひとまず動画じゃここで以上となりますので、本当ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またぜひ別の機会でぜひよろしくお願いします、以上松丸亮吾さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。